ではですね、ホンダにおけるテラフォームエンタープライズを用いた AWS マルチアカウント管理ということですね。本日はですね、多田の方から、今ご紹介いただきました、多田の方から、お話をさせていただきたいと思っています。皆様よろしくお願いいたします。本日お話しすることなんですけれども、まず簡単に、会社の紹介と、私自身の自己紹介をさせていただきまして、その後ですね、テラフォーム導入までの、道のりということを少しお話しさせていただいて、現在のテラフォームの、利用状況といったようなことをご紹介させていただいて、最後まとめとして、閉じたいと思います。まず最初に簡単な会社紹介になりますけれども、皆様、ホンダと聞いて知らない方はあまりいらっしゃらないかなとは思いますけれども、改めてですね、弊社はですね、車が一番皆様の中でイメージ強い方多いかもしれませんけども、車とバイクですかね。で、それ以外にも、昔は汎用製品とか言ってましたけど、パワープロダクツと呼ばれるような、耕運機ですとか、除雪機ですとかっていったようなものを作っていたりとか、あとは最近時ですと、ホンダジェットも非常に皆様の印象にも深いのではないのかなというふうに思いますけれども、創業も70周年を超えるような会社になってきていまして、全世界でいくとですね、3000万台以上ですね、すべての、その製品ですね、大体3000万台近くですね、の累計台数として、1年ぐらいで販売があるような会社になっています。で、非常に大きな会社でして、今日この後お話しさせていただくのは、そのホンダという大きな会社の中でも、主に研究所領域ですね。私は今は研究所領域の方をサポートしてますので、そういったところの話になるので、これだけ大きな会社規模だと、テラフォーム使ってますって言っても、本当に、じゃあ見事にグローバルから含めて全部が、じゃあテラフォームみんなで使えてるかって言うと、そういう状況ではなくて、まだまだ、これからのスタートっていうようなところではあるんですけども、今日はそういったようなお話をさせていただければと思っています。続きまして自己紹介になります。私、ホンダの入社はもう2006年となりまして、同じ会社に新卒でずっと入って、それ以来、実は社内の IT 部門にずっとおりますと。基本的には、インフラと呼ばれる領域ですね、IT インフラと呼ばれる領域が、主なんですけれども、その中で一部、エンジニアリング系のシステム、CAE とかって言われるような、エンジニアリング系のシステムの方に、移動したこともあれば、本社部門の方で、グローバルのインフラ戦略っていったようなことを考えてきてたような時期もありますし、また今はですね、現状は研究所に戻ってきているような状態なんですけれども、本当に直近の業務の内容としては、研究領域の中でも、そのちょっと新価値領域ってすごく皆様から意味が分かりにくい言葉かもしれませんけれども、分かりやすいところでもコネクテッド系の話ですとか、あとはロボティクス系のところですかね、その知能化とかって呼ばれるようなところですとかっていう、比較的ホンダの中では、あまり今までこう、言ってもソフトウェア関係の部分ですかね、の開発とかをしているような部署の皆様だとかっていうところがの、サポートがメインになっていて、だからハードよりは、もちろんハード作ってる方たちもサポートはしてるんですけれども、ハードよりはちょっとこうソフトに寄りに近いような方たちの、エンジニアっていう、言われる皆様の支援をするためにですね、本日お話しさせていただく、クラウド系の、そのツール支援だったりだとか、本当に直接そのクラウドのサポートだったりだとかっていうところを行っているような状況です。で、冒頭にも少しご紹介いただきましたけれども、そのクラウドで言うと、比較的AWS 界隈に、顔をよく出しているといったようなところで、JAWS と言われるですね、AWS のユーザーグループで活動させていただいておりまして、過去には AWS 侍ですとか、あとワールドワイドでですね、そういったコミュニティで活躍しているユーザーに対して怒られるような AWS コミュニティヒーローというような称号があるんですけども、そちらの方もいただいたりですとか、非常にその、エンタープライズ領域でなかなかこういったような活動に参加される方っていうのはあまり多くないというのも、あるとは思うんですけれども、こういった活動もさせていただいておりますと。
で、まあ、またあと、ちょっとまあ、直接 IT とあまり関係ないかもしれませんけれども、キャリアコンサルタントの資格ですとか、まあ、コーチングですとか、まあ、MBA の勉強とかっていうところで、まあ、個人的に、そういったお勉強もさせていただきながら、まあ、その組織開発ですとかね、そういった組織改革みたいなところっていうのも、まあ、やっぱり IT というツール軸だけではなくて、まあ、どうやって人をやっぱ動かしていくのがいいのか、どうやって人に成長していってもらうのがいいのかということを、まあ、考えるっていうことも、まあ、同時進行でやっているといったような形になります。で、まあ、本日私がですね、まあ、ホンダの、まあ、代表としてというか、まあ、このエテラホームを導入している、運用を導入しているメンバーの、まあ、代表として私がお話しさせていただいているんですけれども、ちょっと右下に簡単に書いてありますけども、スペシャルサンクスということで、実は関さんというエンジニアの方がうちの会社の中にいるんですけれども、非常に今回エテラホームのですね、まあ、この導入にあたっては、関さんの力なくしてはできなかったということがありまして、こちらの方に簡単にお名前だけになりますけれども、載せさせていただいております。はい。はい。ということで、まあ、ここからが本題になりますけれども、まあ、我々のテラフォーム導入までの道のりというところを少しお話しさせていただきたいと思います。で、まあ、振り返れば、まあ、私自身も実はその AWS を、まあ、研究所領域で初めて使ったのって実は2012年とかなんですけれども、まあ、それ以降少しまあ本社系の業務の方に移行したりとかっていうところもあって、あまりこうまあ研究所側の方の状況というのは見てなかったんですけれども、まあ、やっぱり2014年、5年ぐらいからですかね、本当にやっぱユーザー部門の方たちが、AWS 使いたいよみたいな形で、比較的こう自由にですね、ユーザー部門の方で AWS のアカウントを取得して使うといったような、まあ、形になっていましたと。なので、まあ、非常にその、まあ、やる気に満ち溢れ、もうやりたいということで、結構ホンダは自主自立というんでしょうかね、自分でやりたいと思ったことをですね、どんどんチャレンジしようというような方も多いので、あまりこう、だから IT 部門がからなんかこう、いや、じゃあ使ったらどうですかとかっていうよりは、まあ、ちょっとこの、特に2016年ぐらいまでの時期っていうのは、まあ、比較的ユーザーさんたち側の、まあ、ユーザーと呼ばれる、まあ、いわゆる研究者側の方の人たちですね。で、AWS のアカウントを、まあ、自由に取得していたといったような、まあ、状況になります。で、まあ、その中で、まあ、課題としては、やっぱりこう、セキュリティの問題ですよね。まあ、これも言う話ですけれども、やっぱりこう、IT を、なりわいとしている人たちばかりではないんですね。なので、本当に自分自身が今まで、まあ、手元で、まあ、ちょっとハイスペックなサーバーとかを買ってたものとかっていうのを、まあ、そのまま買わなくて済むし、とかっていう、そういうような、レベル感で、まあ、クラウドの方が楽だから、ちょっと、あとクラウド、まあ、流行りだから使ってみようとか、研究対象として、ちょっと、どうやって研究で使えるかをちょっとやってみようみたいな形で、こう、使い始める人も多かったので、やっぱりこう、そもそもの社内のセキュリティポリシーみたいなところを本当に理解をして使えてるかっていうと、やっぱちょっとそういったところって厳しい状況だったなというふうに思います。やっぱり社内のセキュリティポリシー、それなりに、IT 運用をやったことがある人たちであれば、まあ当たり前のようなこともたくさんあるんですけれども、まあ、そういったところよりも、まあ、目的を達するために、とにかくそのサーバー1台あればいいぐらいの方たちからすると、ちょっとこう大げさすぎちゃうところもあって、まあ、そういったような運用とかっていうのはなかなかまあ難しいかなというような状況だったりとか、あとはまあ結構その、まあ、AWS のアカウントこう自由に取れるんですけど、プロジェクト単位でこう個別にアカウント持ったりとかしてると、まあ、そのアカウント単位でこう支払いをしなきゃいけないとかっていうのがあったんで、まあ、そういったそのうっかりの支払い忘れの心配等々もありまして、まあ、ちょっとこういったようなことが課題になっておりました。で、まあ、そこで出てくる打ち手っていうのは、実はまあ、もう本当にテラフォームとかではなくて、もう完全に AWS の世界の中の話なんですけれども、まあ、AWS のオーガニゼーションズという機能を用いてですね、まあ、マルチアカウント管理といったようなところをやっていこうということで、まあ、これはですね、ちょっと次のページに行きますけれども、IT 部門側の方で、まあ、これは主導して、マルチアカウント管理っていうのをちゃんと、まあ、やっていきましょうと。まあ、やっぱり特に、まあ、課題になっているのはセキュリティの部分ですとか、あと当然とお金の支払いも、各それぞれの、ユーザーがですね、お金の支払いをしていくっていうのは非常に非効率ですし、まあ、もちろんその、しっかりとお金を、ね、支払いができない、まあ、要はうっかり忘れちゃうみたいなところっていうのも、まあ、コンプライアンス的にというか、
まずいというところもありますので、まあ、そういったところをちゃんと一括で束ねて、セキュリティ管理だけじゃなくて、まあ、請求書統合といったようなことも、やるという話もありますし、あとは、やっぱりその先ほど申し上げたユーザーさん、ユーザー部門の方たちはですね、皆様、あまりこう、AWS のじゃあそのベストプラクティスに従って、管理をしていこうとかっていうような感覚で、使われる方っていうのはやっぱり少ないので、まあ、IT 部門側の方から、まあ、AWS のベストプラクティスに従うと、こういうふうにアカウントは分離した方がいいですよですとか、まあ、そのログはここでこうに集約させてくださいだとかっていう形ですかね。で、まあ、いろいろ、集約していったりですとか、あとは、SCP っていう機能ありますけれども、そういったところでセキュリティポリシーの強制をかけていくよっていったようなことをやったりとか、まあ、今までだと、もちろん、ユーザーがアカウントをその、コンソールからすぐに取得もできるんですけれども、いろんな諸々のこの設定とかを入れたりとかするとかっていうのも、ユーザーにいちいちさせるのもちょっとあれだなっていうのもあるので、我々の方からこのオーガニゼーションズの機能を用いて、アカウントを払い出してあげるよみたいな、そういったようなことを、まずはやってきましたと。で、それがちょうど2017年から2018年ぐらいですね。で、それ以降もやっぱりクラウド利用のニーズってもうどんどん高まってて、利用ユーザーもどんどん増えてきましたと。なので、もう私も使いたいです、自分のところも使いたいですっていう人が、本当にどんどん増えてきたというような中で、そこで、まただから新たな課題にぶち当たりますと。その管理をする、統合管理をするっていう意味での、その、オーガニゼーションの、すいません、ちょっと言葉しちゃいました。オーガニゼーションの、機能といったようなところっていうのは、それはそれで便利に使えてるんですけれども、やっぱりこれは私たち側の方の課題ではあるんですけれども、やっぱそのクラウドになったにもかかわらず、やっぱりこう、うちの内部の、その運用メンバーも含めてなんですけれども、どうしてもオンプレ時代の運用だとか、管理方法っていったところに、縛られてるというか、やっぱりそういうやり方を今までしてきたので、そのやり方が、やり方を変えずに済むので、一番楽といったようなところもありますし、やっぱり最初の導入の部分っていうのは、その GUI ベースからやっぱりスタートしていく、そういうのからところから慣れていかなきゃいけなかったっていうのもあって、やっぱこう作業、GUI ベースで本当にポチポチですね、先ほどの楽天さんの方の話もありましたけど、こうポチポチやっていくっていうのが、大前提としてありまして、で、さらに、そのポチポチやるものの手順書っていうのも、いちいちそのコンソールの画面の、例えばスクリーンショットとか撮って、それを貼り付けてみたいなことをこうやっていってたんですよね。なので、この新規のアカウントを払い出すときとかっていうのは、ここに一例ありますけれども、じゃあ、ユーザー部門の人が、アカウント欲しいですよって言ったタイミングで、じゃあこちらではじゃあやりますって言って本当にポチポチひたすらやっていくとかっていう、こういったような作業をするだけでもそれなりの作業数、手数でいけば本当多分数百っていう手数を踏まなきゃいけないっていうのがあったので、ものすごく時間がかかっていましたと。で、やっぱこれ手作業すごい辛いよねと。で、あとやっぱ作業ミスもですね、どうしても発生してしまいますと。あと先ほどこう手順書を何でしょう、わざわざスクリーンショットを撮ってやるみたいなところを結構話してたんですけど、これはもうクラウドあるあるですけれども、すぐにやっぱりコンソールの仕様変わっちゃうよねとか、手順書も頻繁な作り直しをしなきゃいけなくて結構そこしんどいといったようなことが、あってですね、ちょっとこういったような課題がまずありましたと。で、じゃあ、別にポチポチやらなくても、定型処理、スクリプト化できるじゃんっていうことは、それは当たり前の話としてあって、もちろんそれはオンプレ時代もそういうことはやってはいたんですけれども、まずはその処理自体はスクリプト化できても、変更前後の状態管理とか構成管理ってのはやっぱりできないんですよね。なので、これを実行しましょう。じゃあ、これで変更しましょうっていうのはいいんだけども、じゃあ、これちょっと失敗したとか、これ前の設定に戻したい、どうしたらいいかなとか、今、じゃあこれどういう状態なんだろうとか、あと、じゃあ、これ一体いつ変更加えたんだっけみたいなところの、そういったような、状態管理とか構成管理ってとかできないっていうのがあって、やっぱりその数が増えてくれば増えてくるほど、非常にこういった管理が難しくなってきてたというのが課題としてあります。はい。で、あとここは、
普通のその IT 企業では、まあ、あまりこうなんか考えられないような事態かもしれないんですけれども、まあ、ちょっと先ほど申し上げた通り、まあ、ホンダという会社は非常にそのまあ、やっぱりハードウェア系を作る人たちが得意な方が多くて、あまりこうソフトウェアエンジニアと言われるようなタイプの方とか、あとはまあそのユーザー部門の方に IT にものすごいこう強い方っていうんですかね、IT を生業として強い方っていうのはそんなに多くないような状況だったんですけれども、まあ、昨今 そのケースと呼ばれるような領域であったりだとか、まあ、その進化時領域と言われるような、まあ、あのうちの会社とものづくりからことづくりへのシフトっていう言い方をしてますけれども、そのことづくりって言われる部分には大きくやっぱりそのソフトウェアの力が必要だというところで、まあ、そういったソフトウェアにまあ非常にそのまあ明るい方たちっていうところをですね、まあ、のハイアリングをして、そういった方たちがまあ増えてきたというのがあるんですけれども、まあ、そういった方たちは、まあ、あのクラウドを使いたいって言うと、まあ、当たり前のようにコードベースで構成管理したいです、まあ、いわゆる自分たちが使うのであれば構成管理をコードベースでやりたいですっていう人たちがまあ出てきました。なので、まあ、こういうようなまあそのユーザー部門の皆様はもうコード管理が断然楽だし、じゃあそういうスピード感で設定変更やっぱりしてほしいっていう考え方をお持ちですし、まあ、自分たちもどん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 自主管理の範囲をコード化しましょうみたいな動きっていうのがやっぱり出てきてたというところに対して、やっぱりその我々の方がちょっとこの権限を渡せないので、じゃあこっちはこの権限はこれ自分たちの設定しますとかっていうのをもうなんかいちいちいち手作業でやってるっていうのは、まあ、ちょっと現実的じゃないなというようなところもありまして、まあ、こういったそのまあ会社のまあ状況の変化っていうところと、まあ、もちろん自分たちの今まで その課題みたいなところもちょっと楽にしていきたいっていうようなところっていうのを、まあ、その解決したいなっていうところで、まあ、初めて出てきた打ち手としてはテラフォームですと。なので実はテラフォームこれも2019って書いてあります通り、もう本当にまだ入れたばっかりですね。本当に半年、もうちょっとぐらい前かな、半年強ぐらい前に入れたばっかりっていうようなところではありますという状況になります。で、まあ、そのテラフォームを入れた理由としては、もちろんその早いうちからね、まあ、クラウドフォーメーションでもでやっていく行こうかどうかとかっていう議論もまあ何度か出たことはあったんですけれども、やっぱりそのまあクラウドフォーメーションだとどうしても AWS に特化しちゃうねっていうところがあって、まあ、今やっぱりうちはあの AWS が多いのは事実なんですけれども、まあ、将来的なものを見据えたりですとか、まあ、今後のことを見据えていくと、まあ、テラフォームのように、まあ、あのベンダーフリーというかですね、 あまりその特定のクラウドベンダーでしか使えないような、まあ、言語だったりだとかサービスを使うのではなくて、比較的マルチクラウドの環境に対応できるようなところを使いましょうということで、テラフォームを選択させていただいたという形になります。で、やっぱり最初はお金もかけないで、テラフォームの OSS でちょっとやってみようかっていうところで、あの本当にこうテラフォームの OSS も、まあ、試しては見たんですけれども、まあ、やっぱりどうしてもこう、何でしょうかね、まあ、その我々がやりたいと思っているような計画っていうところを、まあ、長期的に見たときに、まあ、複数人に対し、複数人の人たち、まあ、ユーザー部門とかも含めて、複数の人たちに対して、じゃあこの権限はまあ渡して、この権、ここにはこの権限をつけたいけど、ここにはここの権限をつけたくない、この人たちはつけたくないとかって、それやっぱその、まあ、チーム単位だとかっていうところで、ここを見せる見せないとか、ここはいじらせるいじらせないとかっていうふうにやっぱやっていこうとすると、まあ、OSS でやっぱりそういったことは難しかったりですとか、あとはまあそのテラフォームのあの利用者自身が、まあ、実行環境をやっぱりこういちいちこう作らなきゃ、自分の手元に作らなきゃいけないっていうのがあって、やっぱりまあそういうところをこう作る工数だとかっていうところも、まあ、やっぱ減らしたかったっていうのもありますし、あとはあのセンチネルによるポリシー管理みたいなところで、やっぱりこれは禁止したいですみたいなところっていうところを、やっぱりまああの強制的にテラフォーム側の方で操作禁止ができるとかっていったようなところがあったので、まあ、あの OSS でもやってで見たんですけど、やっぱりちょっとこれは辛いかなと、まあ、結構だから早々にというか、まあ、やっぱりあのお金をかけて導入する上で OSS じゃダメなのってやっぱり議論は あるかなと思ったので、まあ、エンタープライズを入れる前にやっぱりまあちゃんともうトライはした上で、まあ、うちの運用にはやっぱりちょっとうちが考えている運用には合わないといったようなことを評価させていただいて、エンタープライズを導入したというような背景になります。で、まあ、あのテラフォームエンタープライズサポート、まあ
の方もですね、まあ、当然しっかり、していただいてまして、まあ、ハッシュコープさんのサポートチームですとか、まあ、ハッシュコープのジャパンの皆様ですね、もうはじめとして、でも弊社はですね、ラック様経由で、今、実はテラフォームを導入させていただいているっていう背景がありまして、まあ、もちろんね、英語での問い合わせとかっていうところも我々も、まあ、できるんですけれども、なんかあまりこう、やっぱりこう、バタバタしてるときに、ちょっと英文考えてとかっていうところが、なかなかちょっと難しいとかっていうときにも、日本語で、やると、それを例えば翻訳サポートしてくれるとかっていうこともやっていただいたりとかしてまして、まあ、そのトラブルとかですね、不明な点があっても、非常にまあストレスなく快適に使えているような状況になっているので、まあ、エンタープライズ、まあ、含めてそのサポートをつけているっていうところは、まあ、やっぱり非常に、便利なのかなというふうには思っています。はい、ということで、ここまでが、まあ、その、ちょっと歴史っていうんでしょうかね。テラフォームを、入れて、まあ、なんで入れたのかとかっていうところの、まあ、理由みたいなところだったんですけれども、現状の活用状況といったようなところをお話しさせていただきたいと思います。まず一つは、まあ、IT 部門としてっていうのは我々ですね。我々が、ユーザーにサービス提供しているシステムっていうのを AWS 上で動かしている。領域が一部あります。なので、まあ、これは一番まあ皆様がこう使い方として、まあ、分かりやすいというか、まあ、こういう使い方だよねっていうところだと思うんですけども、まあ、その何か、私たちの側の方で、そのシステムのアップデートをしたいよとかっていうことがあれば、まあ、そのこれも全部だから IT 部門の中での話ですけれども、まあ、ここ変更かけたいですっていうの変更のプルリック出して、でまあ、それレビューして、でプランしてアプライしてみたいな形で、使っていくといったような、まあ、これも本当に一番ベーシックな使い方としてこういう使い方をしていますっていうのがまずございます。で続いては、まあ、これがまあメインというかもともとやりたかったことの結構実は一番大きなところだったんですけれども、先ほど冒頭でお話ししたそのポチポチしてすごい煩雑なこう手順になっちゃうみたいなところも、やっぱそのユーザー部門の方から AWS 使いたいよって言われたときに、今我々からアカウントを払い出してるっていうオーガニゼーションで使ってアカウントを払い出してるって話させていただいたと思うんですけれども、まあ、その時にその社内ポリシーに準拠した設定とかも本当にポチ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 一個一個やってたっていうのがあるんですけど、まあ、それを全部コード化して作業時間を短縮化したいといったようなところと、当然まあそこには前のページで説明したその課題になっているそのセキュリティ設定とか、やっぱり抜け漏れがね、どうしても起きちゃう可能性がやっぱりあるので、まあ、ダブルチェックをしたりとかっていうことをやってたんですけれども、まあ、そういったようなところの抜け漏れを起こさないためにも、まあ、テンプレート化をして一括設定をするといったようなところっていうのを、まあ、やってきました。はい、で、まあ、活用方法の3つ目ですけれども、まあ、要は前のページの説明はどちらかというと、新しく払い出す人たちに対しての、まあ、払い出しっていうのを楽にしようっていったところなんですけれども、こちらはどちらかというと、過去に払い出したものに対してですね、統制をかける必要がある部分の設定だけを IT 部門側からテンプレートを提供するっていうやり方をこれしたい。で、これまで実は今準備中なんですよね。なんで、これの今ちょっとテストとかをしていて、これから順次、まあ、その、既存ユーザーさん結構いらっしゃるので、そういった方に対して、もちろん一部は、設定が済んでるところもあるんですけれども、例えば新しく出た機能だとかっていうのを追従して我々の方から全部アップデートしてあげることとかできていないので、まあ、我々の方からもう、この設定をかけたいので、この設定はテンプレートとして提供しますっていう形で、ユーザーさんの方に、まあ、テンプレートを提供するっていった形をですね、やりたいなというふうに思っております。で、まあ、我々全部をだから権限すごい厳しく制限してるわけじゃないんですよね。やっぱユーザーが自由に触っても OK っていう範囲は当然あるので、まあ、そういったところをじゃあテラフォーム管理するかしないかっていうことは我々としてはユーザー側で判断していただければいいなというふうに思っております。まあ、理由としては、まあ、ちょっと繰り返しになりますけれども、まあ、ホンダという会社は、完全にその IT エンジニアと呼ばれる人たちがたくさんいるような会社ではやっぱりないので、利用者の中にはもう GUI ベースでしか作業しない人ってもたくさんいるんですね。まあ、だからそういう方たちに、まあ、無理やりじゃその環境をわざわざコード化してやりましょうみたいな、まあ、そういったようなところまでの、
まあ、なんて言うんでしょうかね、訓練をまあさせるっていうよりは、まあ、最低限まずガードレール運用みたいな形ですかね、我々の方としてこれは絶対に守ってくださいねって言ったところに関しては、まあ、我々の方からそのテンプレート展開をして、まあ、我々の方でコントロールをしていく。だけれどもユーザーの皆様が自由に使いたいところっていうところは別に GUI ベースでも何でもいいよと、好きにいじってくださいねといったような形にしているといったような形になります。はい。で、まあ、あの活用方法の、まあ、これが最後になりますけれども、まあ、あの先ほど出てきた、まあ、我々からすると比較的その新しい、開発スタイルと言われる、まあ、ソフトウェア開発を主に、まあ、しているようなユーザー部門の皆様っていうのがいらっしゃって、まあ、そういう方たちで、まあ、インフラストラクチャーズコード、まあ、テラフォーム化っていうところを推進しようとしている人たちもいくつかいらっしゃるので、まあ、そういったところへの、まあ、テラフォーム環境の提供をしましょうというところで、もちろんそういう方たちも OSS で頑張って、やられている方たちもいらっしゃったんですけれども、まあ、そういった方に対してテラフォーム、まあ、アズアサービスと呼んだらいいでしょうかね、社内向けのというところで、まあ、環境を提供することで、まあ、こういったそのインフラストラクチャーアズコードの世界というところを、まあ、できるだけ、まあ、促進できるような形ですねっていうのを、まあ、整えているような形になります。はい。でここがまあ最後まとめになりますけれども、今のお話は、まあ、ちょっと冒頭でもお話しさせていただいた通り、主にもう研究所領域と言われる領域の中で利用している AWS のマルチアカウント環境の効率的な運用実現をするために入れてますっていう話であります。なので、まあ、本当にあの大きな会社の中で、本当に日本の中でも、その研究領域ではないところっていうところも、でもたくさん AWS とかも使われてはいるんですけれども、やっぱりちょっとその、まあまあ、IT への、まあ、理解度ですかね、の、まあ、その深さとかっていうところとか、まあ、広さっていうようなところっていうところをに対して、まあ、比較的こうやっぱかなりこうガードレールの中でもものすごくこうガチガチに組んで提供しているような部門っていうところも実はあるんですね。だからそういうところはどっちかっていうと、もうその一つの AWS のアカウントで、そこをもう本当にもうすごいガッチガチのセキュリティ設定にしているので、もうそこであればもう本当に安心安全に使えますよみたいな、そういったようなことをやっているような、やっぱりまあ部門、そういう領域もまあある中で、まあ、研究所としてはまあ比較的こう、まあ、IT に対しての理解がまあ深い方たちもいらっしゃるので、まあ、そういう人たちには比較的まあ自由にだけれども、まあその統制、会社としてやっぱり統制をかけたいよねっていうようなところっていうところに対して、ちゃんと、まあ、その統制をかけられるようなやり方、まあ、そういうマルチアカウント環境っていうところの提供できるようにしたいなというふうに思ってテラフォームを入れていますという話になります。なんでもう本当に試行錯誤な状況でして、もう私とかだったら結構早いうちにクラウドにまあコミットしたというか、クラウド世界に飛び込んでしまったがゆえに、なんだろうな、なんかまだ未だにうちの会社ってこんなんで大丈夫かなとかっていうふうに、やっぱり焦ることもすごくあるんですけれども、やっぱりその一歩一歩ですかね、こういったようなまあ、そのインフラストラクチャーズごと考え方とかも、まあ、当たり前な人たちにとっては当たり前なんだけれども、まだまだそういった世界が当たり前ではない人たちに対して、どうやって、まあ、そのいかに楽に、そしてその理解を深めてもらうのかといったようなところでいくと、このテラフォームエンタープライズを入れて、やっぱその価値をちゃんと見てもらうといったようなところ、すごく大事だったなというふうに思ってまして、まあ、今も本当にまあこれがこういうことをやってますと、実際にこういうことができてるんですよっていうふうに、まあ、社内の中ではまだまだこの知名度をですね、高めていくといったような段階にあるというような状況であるということを、まあ、ご理解いただきたくですね、まだまだこれから頑張りますというフェーズになりますので、他の方もですね、まあ、これからスタートしたいという方たちも多分地道な努力になる部分はあるでしょうし、まあ、逆に言うと、いや、もっとこういう使い方もあるんじゃないかなとかっていう、いろんなね、発信がエンタープライズの領域でも増えてくるとすごくいいなというふうに思っておりますので、今日はですね、本当にすごく
聞く人によってはあまり技術的な深い話がなくて超概要っていうふうに、まあ、あの部分にも見えるかもしれないんですけれども、まあ、どちらかというとこういったような、まあ、その苦労がある中で、まあ、地道にやってきてますっていう今日はお話に、なりましたけれども、今後もですね、継続して頑張っていきたいと思いますので、皆様ですね、まあ、応援していただきたいというところと、あのぜひエンタープライズの皆様もこういったテラフォームあのどんどんこう使っていただいて、そういう活用を増えていくとですね、あの会社もやってるんだみたいなところで結構こうみんなの焦りが増えてくるので、眺めをどんどん増やしたいなと個人的には思っておりますということで、あの以上で、本日の私の登壇は終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、多田さんどうもありがとうございました。クラウドの、まあ、アカウント管理についてですね、大きな組織ならではの、まあ、いろいろなこうチャレンジをシェアしていただき大変参考になりました。Day 1、Day 2と、お送りしてきましたけれども、次のトークがですね、いよいよ最後となります。最後は、メルカリの SRE チームで活躍されておられる山下さん。